瞬間的に頑張ることは誰にでかいこということは誰にでもできますでもその自分の思ったことをやり続けるということはなかなかできないペンネーム作家さん 15歳の中学生男子から頂いただいてお悩みです僕は今中学3年生で歴史上最高のサッカーープレーヤーになるという夢を持ちながらサッカーををしていますその夢を叶えるためには肉体的な疲労は取らないと体が動かなくなるので休まなければいけないのは分かりますが精神的な疲労は休まなくても精神的に強い人なら 精神的な疲労を関係なく自分に向き合えると思っていますがなかなか自分に勝てませんでも休憩をなくしてサッカーの動画を見たりしなければ夢を叶えられないと思いますどうしたらいいでしょうかお返事いただけたら嬉しいですサッカーさんには精進という禅の言葉を仏教の言葉を プレゼントしたいと思います精進ひょっとしたらその言葉聞いたことがあるかもしれません精進の今日は正しいね定義をぜひ作家さんに知っていただきたいと思うんですこのところ中学生の人とか結構こう若い方からのお悩みというか相談が頻繁に届くんですけれどもやっぱりこうした夢 といいうものを自分が追っかけている大胆にこういう発想を持っているだけれども精神的に疲れてしまうという方が非常にそういう悩みをね持っている方がいらっしゃる気がするんですが「精進」というその仏教の言葉これが今回作家さんにお伝えしたいメッセージでもあるしイコールこれが処方箋です。 サッカーの史上を名を残すような選手になりたいここへ駆け上がっていくためには「心・義・体」というこの3つを自分でねやはりこうそれが育っていかないといけないわけですで人間の感性というのはいくつかの段階があるんです で今、ちょうどです、ねあの、私の人間というものに対してやっぱり僧侶としてね人間が幸せに生きていくというその幸せというのは何なんだろうかとか人間が死んでいく時人間の心というものはどういうあり方をしていくそれがどういうあり方をしていったら幸せになるんだろうか人間の能力とか人間の心というものはどのように育ち どのようにまた整えられていくというのがいいんだろうかそれを仏教の教えと照らし合わせながら最先端の科学の成果医学の成果というものをそこへ客観性を持ってですね仏教というものをできるだけこう現代の言葉で理解を進めていきながらよりその人間に関する研究を深めたいということで実は世界的な脳医学の 先生とチームを組んで,です、ね、まあ、今研究活動に入ってるんですけれどもこの先生がですね、えー、感性の段階とといいうことを教えてくださいましたそれはまずねその人間というものは例えばサッカーならサッカーサッカーさんだったらサッカーが好きということこれが本当に大切なことやっぱり伸びるものは好きでなければ伸びないやっぱり好きじゃないものを強要されてもやっぱり伸びない。でそののの好きなものっていうのは 意外に小さい時に幼少期からもう自分が好きだったものというものが将来やはり伸びていく可能性がもうその種が小さい時にもうでにあるということをその先生はおっしゃっているんですけれどもこれをですね伸ばしていくでその人間の感性というのはまずその好きだということねそれからその「好き」が好きというだけでなく今度「 自分に対してですねこう自信がだんだん出てくるそしてこの自信が出てきて好きであって自信が出てきてそしてもっとやりたいというそういう自分になってくるで今度ねこれが自分がそれが大好きで例えばサッカーが大好きでそしてそのサッカーに関して僕は自信があるよとサッカーやらせたら僕には自信があるよっていう この状態になった後、ここからですねプロになっていくとかさらにその完成レベルでいう最高ステージというのはまあプロと言われる人たちですねこれとアマチュアの違いというのは何かというとこの自分が好きであることは当然そして自分がサッカーに関して自信を持っているということは当然でもその先にただ自分が好きでただ自分が自信を持っていて でもそれだけでは実はプロにはなれなれいんですね恋愛で例えたらわかりますけど自分がこの子の何々ちゃんのことを好きになって自分は本当にこの子のことが好きなんだそして自分はね何々ちゃんのことを幸せにしていくそういう自信もあるんだって言って例えば告白をしたとしますだけどその好きになった英子ちゃんなら栄子ちゃんが「ごめんなさい私は」 あなななたたののこと好きじゃないいって言われれら、これ成立しないですよ、ね、で実はこの夢というものがアマチュアと将来本当にその歴史に名を残すようなサッカープレーヤーになりたいというようなところまでプロになりたいというようなところまでもしねサッカーさんが行きたいのであれば今言いました「好きである」ことそして自分が「好きである」というだけではなくてきちんと練習をして「 このレベルで自分を戦えるという自信があるということ。そして、そこからプロとしてさらに飛躍していくというステージに入る人たちは、これだけではなくて今度、この自分が好きであること、そして自分のこの技術、自信を持っているという,ということが、これを見ている人たちをも感化していく。見ている人たちにもそれが伝わっている ここのステージに入るのが入っているのがプロですですからサッカー選手でも野球であってもアーティストでもいいですよただその歌が好きです俺は歌が好きですって歌に関しては誰にも負けませんみたいな自信を持っててもじゃあストリートでそれを歌っていて誰も道行く人が足を止めないこれただの自己満足なんですその自己満足ってあるっていうことがとても大事なことなんですけどでもプロになっていくっていう人たちはそこから先自分が自信を持って好きで。 当然ね、好きで自信を持っているこの歌というものが道行く人たちの足を止まってくれて別に言わなくても止めてしまうこの自分の感性というものが他の人に伝わっていくこれがプロの世界ですですからこれは本当に多くの方々がどうやったらプロになりますかこれ別にアーティストであってスポーツ選手で分かりやすいんですけど仕事であっても一緒です。 私はこの仕事をプロとして会社でこの仕事をプロとしてこれでお給料頂い,いてますというのであればじゃあプロですよね。この人というのは自分が自信を持って進めている自分のサービス商品それをきちんと説明できるというだけでなくてその人のその説明であったりスキルであったり思いであったりというものが確実に他の人に伝わって他の人がそれは素晴らしい。 ぜひ私にくださいと周りの人が言っていただけるようになって初めて本当のプロなんですだからアーティストの世界とかスポーツの世界だとそれが非常にわかりやすく出ますよねけれどもこれがそれを聞いている人のそれを見ている人を突き動かしていくということにならなかったらやっぱりこのプロの世界にはなるのただの自己満足になってしまう。だけれどもまずは自分が好きであること そして自分が他の人に認め,られて認められなくても自信を持っているということがそこに行くためにはまず大前提なわけです。で精進ということ。作家さんにはね,精進を重ねてほしいんです私ね、本当に最近思うんですけど。 世の中にはね、この一問一答に質あの、お悩みを上げてくる人たちも、お話聞いてたりすると、能力を持ってる人がいっぱいいるんですよ。みんなそれぞれいろんな力を持ってる。その人の感性というものを持って、みんな能力があるんです。もう私も、あの、会社をやったり、授業をやったり、いろんな人たちと接するんですけど、今この、 あの撮影をしている時にちょうど撮影スタッフがいるんですがその撮影スタッフの人たちも私お話ししててね私よりずっと若いで一生懸命私の撮影を自分事として食い入るように話を聞いてくれてるんですけどこの人には私は叶わないなっていうものをみんな持ってますよもう逆立ちしたって叶わないだけれどもこの逆立ちたって叶わないという自分の持っている能力に気づき そしてその自分の能力というものを自信を持って社会に表現していくことができる。そして実際にその表現したものが、自分が培ってきたものが、多くの人たちを引き付けていく。どんな裏方の仕事であっても、そういう人には仕事が絶えません。で、そのレベルまで、そのレベルまで行くにはどうしたらいいか、ということは、もう大人になっても課題なんです。だから正直。 じゃあ、精進って何なのと言います精進というのは自分自身が楽しくなってしまう努力と工夫を続けていくというのが精進です何度も言います能力を持った人はいっぱいいますこういうことをやってみたいと思っている夢を持った人はいっぱいいますでも、じゃあそれが 夢を叶えていく人と思ってたんだけど夢が叶わないという人の差はどこにあるのか本人のセンスの問題もありましょうしいろいろな要因があります間違った分野をひら選んだら伸びないですからこれもいろんな要素がありますけれども大前提として自分をその道において楽しませ続けることができるかと。 作家さんいいですか一時期頑張ることができる奴はいっぱいいるのよ、世の中に。一時期俺は頑張るぞって1年ぐらいやる奴やはどこにでもいるの。これが2年続く奴もまあまあいるわけですよ。5年ぐらい続ける奴ならちょっと減ってくる。けど、これを10年、20年、自分の 行きたいっていうものを貫いていける人ってなると。ほとんどいない。瞬間的に頑張ることは誰にでもできます。瞬間的にでかいこということは誰にでもできます。でも。その自分の思ったことをやり続けるということは。なかなかできない。じゃあ、これをやり続けていくためには。どうしたらいいか。それが精進なんです。 苦しい努力なんか続けられないですよね。いや、それは苦しい努力というのはある時期まで行ったらそれは必要だと思います。だけれども、好きだ誰かにテレビ見て影響を受けて、うわあうになりてえなってみんな思うんですよ。じゃあ、毎日10キロ走っていったら、なかなか走れないですよね。なんで走れないかって、辛い努力をするからです。辛い練習はある。辛い時期はある。だけれども、 それを自分自身を楽しませ続けながらどう工夫して自分が楽しんでこの辛い練習をやっていけるのかという喜びに変えていく充実感に変えていく自信に変えていくこれができるようになっていった人というのはもう自動的に伸びていきますよね。作家さん言ってました「肉体にはやはり限界がある」。 そして、だけれども心には休みがないですよね心にも休息はあっていいんです自分が楽しんでそれを続けていくというために休むことが必要であれば休むのもいいんですもっと先の将来は偉大なるサッカー選手になることでしょうだからその過程でちょっとここで休んでおいた方がいいという選択もまた大切なんですだけれどもなんとなくなんとなく サッカーさんを見ててね苦しい時期に入ってらっしゃるのかなと私にその質問をくださったら苦しい時期に入ってらっしゃるのかなと思うんですあの史上最高の選手になるという志は素晴らしいんですけどこの史上最高の選手になるというこのプレッシャーそしてその思いというものが空回りし始めたら苦しくなりますよ史上最高のサッカー選手は一年間でできるわけじゃないから ね、何年もかかります。そこにはさまざまなステージがありますでしょう。低レベルで低レベルって言われるんですよ、レベルのそんなに高くないところで勝負していくんだったら何かに突出すればいいいと思いますす何かに突出するってことはすごい大事だと思います。サッカーをやっていく上で僕は例えばドリブルに関しては誰にも負けないとか自分はシュートに関しては誰にも負けない。自分は 例えば、スピードに関しては誰にも負けない。そういったものを、まずは作って伸ばしていく。得意技を作って伸ばしていく。だけれども、上に上がっていけば行くほど、スピードがあって、パワーがあって、根性があって、誰よりも練習していって、センスがあって、という人ばっかりが上がってくるんですよ。で、必ず上の方行けば、出てきます。体に故障を抱えているもの心に弱さを持っているもの これが、落ちていきます心技体という言葉がありますね偉大な選手になるためにはこの3つを押さえなければいけません心技体というのは難しい順番に並んでいる言葉です心が一番難しい技その次そして体まずは 柔軟性があって、これ大事ですよ。柔軟性があって、タフな体を作る。次に、これだけは誰にも負けないという技を磨く。一つ、これだけは負けないという技ができたら、その後の技術というのは、あとね、 自然と追いついつてくるんですよ苦手なことってありますよね得意なことってありますよねどっちが優先順位が先ですかと得意なことです得意なことを伸ばしていけば徹底的に伸ばしていけば苦手なことがだんだん出てきますあのそこも追いついてきますけれどやっぱりプロ選手でもそれぞれねこれがもうこれやらせたらピカイチってだけど他はまあまあって普通レベルでも普通レベルって言ってもプロの普通レベルですこのレベルまで行ってなきゃいけないわけです 必要最低限ののスキルといいいいうものは当然練習していかななきゃいけないそして最後心ですこれが本当のプロ選手でも難しい大人でも難しい自分の心をふわつかないように、ね、褒められたからといって調子に乗りけなされたからといってふてくさるこんな選手は選手として戦い続けることはできませんね当然です ある時はもう、うわってよし、俺頑張るぞって1年ぐらい頑張る。だけど次の年になったらもう、ふて腐ってるとか。こんな選手も続かないですね。腐らず、おごらず、謙虚にっていう、なんかこう、謙虚にっていうんじゃないんですよね。自分っていうものを客観的に冷静に見つめつ、その先にある 自分が最終的にたどり着きたいところに向けて今ここは私は休むべきなのか今ここは我慢すべきなのか今ここは私は自分を追い込んでいくべきなのかでこういうことが時間をかけて心を練っていくという作業なんですでだんだんそういう経験を積み重ねて時間を積み重ねていく中でだんだん自分の精進の仕方が分かってきますああこういう時には俺は こういうふうにしていくとモチベーションが保てるんだなで、こういうふうにしていくとここの部分を乗り越えていけるんだなこの時期まで来たら連続して怪我をするから思い切って休もうとかそういったことがですねやっぱりできてこの心技体というものがバランスよく育っていかないと一流の選手にはなれませんそこそこ選手にはなれると思いますいいですか今作家さんにはいろんなことちょっと言いましたが処方箋は 精進キーワーワドは精精進進です精進とは苦しい努力を続けるんではなくて楽しい工夫、楽というのはワーイワーイといいう意味じゃないです自分が充実感を感じられて自分という人間がどういうふうにしたら練習を積極的にやっていけるのか一流選手になりたいから苦しいんだけれども頑張りますこれは続かないんです。 それはきつい練習はありますよ。肉体的にきつい練習とそれはありますよ。ありますけれども、自分は、そのきつい練習というものを、喜んで乗り込んで乗り越えていきます。というような、心構えになることができるっていう工夫をしていくわけです。いろいろな方法があると思います。これはですね、私はこうしろって言えないんですよ。なぜかその精進の自分なりの、 サッ,カー君のサッカー流の精進の仕方というものを自分で生み出すことができない人はそもそももうアウトなんですからいいです、一番難しいことは自分流の精進というものを見つけるこれ人によって違うんですよ音楽を聴くことであるのかもしれませんし憧れの選手を見ることなのかもしれないし練習することなのかもしれないわからないですおいしいものを食べることかもしれません分かりません でも、自分が決めた目標というものに対してですねどのようにしたら自分を精進つまり楽しませ続けることができるのか夢に向かって楽しませる続けることができるのか自分が自分のご機嫌をどう取っていくことができるのかこの精進の方法を自分で見つけていくことです。そして「真じ体というこの3つをきちんとバランスよく 作っていきながらそしていい先生につきいい練習方法というものに巡り合う必要があります自分一人ではやっぱり強くなれませんからねでこのいい先生自分の能力っていうものをさらに認めて伸ばしてくれる先生仲間というものにまた見つけてそこへ飛び込むことができるかどうかというのもその人のセンスですですから あの本当にちょっと漠然とした話に聞こえるかもしれませんけれども心を強くするとか根性で頑張るというよりも自分をいかに楽しませ続けるかというそのための努力これが仏教で最終目標であるその人間の完成というところに向けてお釈迦様が しちゃった精進という、えー、心構えです、ね。楽しき努力をどのようにしていくのか。苦しい努力を続けて続かないですよ。私だっていやそんなの <laughs> ね。ですからどうやったら自分は楽しませ続けることができるのか。この課題をぜひ自分の中に持ってね。なんか俺これとかいいんじゃないのと。 なんかサッカーっていうものに関してもっとねいろんな角度からいろんな角度からサッカーを勉強してください精進してください,いですかいろんな角度からサッカーを精進していくテクニックの面から肉体の面から精神的な面から、ね、ボールの扱い方からスパイクのことからいろいろな入り口があるわけでしょ。 肉体のことからね、もういろんな入り口というものをから入ってそそどこからいろんな入り口から自分というもののサッカーというものを作っていくわけですね。でこれができてくるとですねもうちょっとは外のだっとのても崩れないんですよでもなんかこう髪型から入ったり服から入ったり、まあ、最初はそれでいいんですけど、まあ、そこだけで終わっている人はなんとなくなんとなくあれでも潰れていきます。 ですからいろんな角度からサッカーというものを経験あの研究していくうちにですねやはりですねですから角度を変えてスパイクというものをサッカーのスパイクというのはう高い,というスパイクというんじゃなくてサッカーのスパイクというのはこういうスパイクを履いてるとか、ね、なんかサッカーの、ね、こういう,そういろんなあると思うんですよその世界その世界 でもね、こんなのをねいろんな角度からサッカーを見ていくっていうなると今まで知らなかったサッカーの面白さとか醍醐味っていうのが出てきたりするんですねでそれがまあ武道であったりとかお坊さんであったりもそうなんですけども私も音楽と宗教っていう研究をしてたりとか脳と宗教っていう研究をしてたりとか。 肉体と宗教もうとにかくねいろんな角度から仏教なら仏教っていうものを自分の中で勝手にですよ勝手に勉強してるだから面白いだから続くだからいろんな視点を自分が持ててあいろんな角度から仏教を見ることによってその全体像っていうものがさらに深まりまたそれが面白いものに感じられるって、えー、そういったことを私の一つの精進の方法としてねやっていたりします。 ですから、えー、精進という言葉ですか、これをぜひ覚えておいていただいて、えー、楽しき努力をしていただきたいんです。で、まあ、ヒントとしては、まあ、ちょっと言いましたそれ参考になるかわかりませんが私の場合はね自分が何かを継続して精進を続けていくときにやっぱり行き詰まってしまったりマンネリ化を感じたりなんとなくこうモチベーションが続かないようなことってやっぱりあるんですよ。でこのののの時に、に、さっっき言ったようにその一つのものをいろんな角度から見て 入りり直してててみみるるとということを振り返ってみるとやっやきましたね。でそのようにしてやはりね10年20年30年深めていくことができるということによってでその分野においての偉大な人間ができていくんではないかと思います。ささん、応援してていますぜひね、偉大なな選手になってくださいまずサッカーが好きであるということそして自分が自信を持ってプレーができるという誰にも負けないという技術を身につけること。 そして、プロの世界にもし行きたいというのであればその自分の好きとサッカーに対する思いとその思いが形になった技術と肉体というものを通じて周りの人たちが応援者になっていくわあっとお前のサッカーが見たいいう選手になることができたらこれも間違いなくプロになると思います。応援してていいます頑張ってください